お疲れ様ちょっと踊ってボサボサなので帽子のままで失礼します。まあお仕事お疲れ様、今日月曜日だよね。お疲れ様でございました。大変だね、1週間が始まったよスペシャルライブ行くありがとう、いっぱいね報告もありがとうございます、嬉しいです。ね、私パーソナルカラーシート載せてないっけ、載せた、あ、やばい予告すんの忘れたすいまへんはやぴー、くもありがとうのせてたか、ああよかった、びっくりした。前もさ投稿したと思ってさ消しちゃったりさあったからこんばんは、なんかほんとほんとやだ、こんなんでやりたくないんだけど見え、スパニキなんでこれタオル、ありがとう、これいつもさなんだろうって思ってたよね久しぶり。そう、私イエベ春とブユベブユベブルベ冬でした。通じる？そうね、びっくりだね。そう、私コッククラブだと思ってたらストレートでした。そうメンバーの中でも私はウェーブだと思うよねって話してたら、ちょっともうさ前髪いらんのだけどさ、どうしよう、もういいか。昨日のモーメントはちょっと誤字をしてしまいまして、はい、それで消しました。載せ直そうと思ったんだけどさ12時超えちゃって無理でしたメイクを朝から直してないんですまへんね、ありがとう。私もいまいちね分かんないんだけどそう本当ブルベ冬要素ある私。でもなんか初めての褒め方をしていただいたんですけど、なんかゴール、なんか例えばマツケンサンバとかみたいなゴールドとかもうザっていうゴールドとかにも負けない顔らしいですなんか嬉しいやったなんかゴールドとか、うん、真っ赤、うん、真っ赤、うん、なんか原色系、マツケンサンバとかが似合うらしいです。んあと大きなイヤリングとかも負けませんっていう、なんかすごい負けませんって言っていただいたら嬉しいね初めての褒めていただき方をしました。おーれーおーれーアミーゴセニョリータうんらしいです、はっきりとした色がいいみたいです、うん、ねえほんとプレゼント解禁、なんかジュリーちゃんに送るように、なんかなんていうの、あのデパートっていうのショッピングセンターにいてジュリーちゃんに似合いそうなのはあったので、なんか遅れるまで取っときます、なんか買いましたみたいな報告とか嬉しいです、嬉しい。
陳謝。うんうん。私は誰でしょう。落ち着きます。高校生、あ、これツアーパーカーですよ。ラッパー、よいよ、俺の名前はジュリー。帽子のツバ長くなくしそうよ。あ、確かに無謀人の声も。わあ。うん。うん、出てきてるよ。あれは今あったかい。うん。あったかい。やっぱね。出た AK。ブルブルブタンチョクチャン。ラッパーだよ。ドヤ顔。でも一定数ジュリのドヤ顔好き族がいるんで、やってか、ミスターパーカージュリー撮っちゃったけど。AK 意味わかるよ。なんか別名みたいな、なんかラッパーの方が使うでしょ。いや、大事の時からマジキやっぱりピン。ね、パウダーとかついてるかも。うん。え、スケボー。スケボーできそう。いや。駒沢公園とかいるっていうよね。うん、ボサボサ。もう今日は目が開きませんよ。新宿にこんな人います？高校は卒業。聞かないで。いや、できるでしょ。いや、知らん。全然テストの結果返ってきてない。怖っ。いや、じゃあ、誰が最初に髪染めると思いますか？なんかね、よくメイクさんともね、そういう話するんですけど、なんか髪の毛を真っ白にしたい族が一定数いて、ニアジョイ。だから怖いですね。急に奇抜な色とかにしそう。バレとる。そう。私はあんま多分染めないんじゃないかな。多分。ありがとう。久しぶりに。確かに。でも髪色のこととかはね、あんまお聞きしなかったな。お聞きしたかったな。うん。私染めちゃおうかなとか言って。なんかやっぱ派手髪をやっぱ誰かさやるじゃないですか、どこのグループさんも。だからさ、あれかな、誰かいるのかな。唇めっちゃ乾いてんだけど。おすすめ、舞がモーメント更新した。染めんのかな。染めるなら茶髪じゃない。黒髪好き。私は茶髪になっても好きでいてほしいです。金髪にはしないと思います、多分似合わん。じゃあ誰か今度技術がある方、私の写真で髪の毛
変えてください、色。うん、そう、加工でお願いします。うん、この毛はね、何一回も染まったことない髪の毛たちです。ノー染め。はい、取り基本書き絶滅の危機、染めやすい画像ちょっとピンタレストとかで拾ってきてもらっていいですか。ぷにょよくもありがとう。うん、あれピクトリンクだっけ、ピンタレストだよね。ヘアデノレーションをできるほどの長さにこっからなれるかっていう話で、ピクトリンクプリクラだ。ハヤピーありがとう、ハヤピーフクワーズリーありがとう。えー、大丈夫かった、うーん、よかったよ。みんな結構ね、いっぱい体調崩してたりの方が多いみたいで、お気をつけください。ドラマ演技できるかな。健康第一、そうよ、こんばんは。ジュリーさん大丈夫だよ、喉が変、そう、叫びすぎたとかではなくてね、まあ、ラッパー、いやいやいや、うん、あら、お誕生日、うん、お誕生日、まいまいさんおめでとうございます。まだ、うん、みんながいるから大丈夫さ。いや、コーロ、おいしいものいっぱい食べてる。今日はなんかホルノンと2人でリハの合間に、なんだっけ、なんか定食屋さんに行きましたね。私はミックスフライ定食食べて、なんか食べましたよ。はい、食べに行きました。ウニくん、クマありがとう。あ、カンちゃんだ、結婚してて送ってたでしょ、この間床に見たよ、結婚しません。胃が若い、そう、その後すぐ振り入れで、もう信号をめっちゃ急いで歌って大変だった、胃もたれのまま踊りました。りょうすけくん大好きだって、どうしたの、タワーどうしたの、ね、なんかタワーが来た、なんかどうしたの、今日誕生日だから嘘でしょ、1月29日おめでとう、せんちゃんって言われるの、お誕生日おめでとう。嬉しい、来年もいっぱいお祝いしようね、ありがとう、なんか私が逆にお祝いしてもらったみたいになっちゃった、おめでとう涼介くん、ごめん、こんなこんな、もうちょっとちゃんとしとけよかったね、その誕生日おめでとう。嘘でしょ、嘘です、嘘かもだよ、これからも大好きだよ、ありがとう。今です、大好きだよ、ありがとう。初訪問、2回目の訪問。
あ、くだりそうなった。うん、いろいろ見すぎてた。パラ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 、あ、何よりです。どうだ、配信あるのかな。え、お仕事は知らないの。頑張るんだ。なんだろう、何が頑張れないんだろう。でもとりあえず頑張るんだ。やっほー。みんな寝るんだよ。私はもう寝ちゃいそうだよ。あ、ゆうさん、ゆうさんで会ってる、ようさん、ありがとう。うん、帽子が落ちてきてます。くまったくまった。ギュッてやったら頭痛い。ちょっと強すぎた。しっかりお布団で、昨日はお布団で寝たんですけど、逆に起きるのが大変でした。あ、ごめんかけかうよ。でも最近またソファー生活してました。うん、なんかこたつないんだよね、うち。あ、くい、いないね。ここでは、ここのソファーではありません。別のソファーです。寝てるとしても頑張ってください。ありがとう。あくびかけかうよ。目が乾いちゃった。眠眠タイム、私は半で終了したいと思います。ふう。ちょっとみんなとお話できたらなって思ったので、話し始めてみました。うん、ありがとう。はい、ね、10時までできるようになったら嬉しいんだけど、24時まで。同じタイミングで運べた。おめえ、今出た人いますか。これは運命です。違うの、今私は配信がうーなよてーなっていうとこじゃなくて、あの自分の気持ちはね、配信あと5時間ぐらいしたいんだけど、目がしょぼしょぼしてるから首が出る。ゆうさん、くまありがとう。みんな一緒に寝ようよ。タヤピー、くまありがとう。ファイティン。なんかさ、無謀人をさ口ずさむとさ、まだ解禁してないんじゃないかって今更思っちゃって焦る。ただいま。めちゃめちゃ解禁してたし、めちゃめちゃ披露してた。なんか無謀人カラオケジョイサウンドだっけ、始まったよね。楽しみ。眠くなってきた、一緒に寝よう。
なんで逆に私が寝てるさ世界でみんな起きてんのか。ジュリーがいないならいいでしょ、寝なさい。うんうん、川持さんありがとう。くまもぼんちょ、アダムってそっちのなんかね、イグザルトって入ってないよね。うん、そうだよ、ほら間違いないでしょ。うん、同じ時間に寝よう。私はここから寝る支度をしてスキンケアをして、ちょっと最近筋トレしなきゃなって思ってちょっとだけやってるので、それをして筋膜ローラーしてちょっとマッサージしてってやってたら2時間半はかかるでしょ。うん、だから12時に寝たらみんな一緒の時間。そうだよね、寝る前って多いの。今からシャワー浴びるか、お風呂入るから。え、3時間はかかるよね。私寝るまでが遅いんだよね、いつも。なんかさ、急にこれもやろうとかならない。筋膜ローラーは私足つっちゃいがちなので、待ってます。うん、でもそんなねきつい圧じゃないし、前後は日によりますね。なんかインナーマッスルとかなんで。ビリン、わかる。私なんかさ、エゴサとかしてさ、そっからアカウント飛んでさ、みんなのアカウントとか見てたら朝になっちゃいそう。あ、うん、うん、ゾウさん、ゾウさん、おはのよりそうよ、おはのよりそうよ。この間怖かったのがさ、あゆみとももかとさ中華街に行ったんですけど、行ってさ、なんか料理屋さんに入ったんですね。そしたらあゆみが急にゾウさん、ゾウさんって歌い始めて、めっちゃ怖かった。ね、なんかその前になんかゾウの銅像を見たんですよ、街中で。でそれでなんか象話をしたかららしいんですけど、で前触れもなくその時は象さんって怖い怖いってなった。うん、おー、しかも歌がねうまいよ。象さん、象さん、おー鼻が長いのね。歌い始めたのみんなの受けました。うん、あ、今日お手紙をいただいて帰ったので、この後読みたいと思います。送ってくださった皆様ありがとうございます。あの全然本名とかあだ名とかね書いてくださって大丈夫ですよ。あ、やっぱ切った。うん、12時はもう諦めます。2時までに寝たいと思います。頑張りましょう。うん、本名、うん、なんかどういうあれになってるの、全然みんなの本名は書いてあるよ。かわいい、ありがとう。うん、手紙チャレンジして、私手紙とお花が好きなので、うん、ごちゃごちゃやだ。はい、手紙とねお花が好きなので、ぜひちょうだい。手紙待ってるよ。ひ
ひろかちゃんありがとう、くまねえ、欲しい、ぜひぜひ全部取ってあるので自分の字綺麗すぎるから、えっとね、楽しみにしてるうん、背景いいよ背景うん、ほんとうん、待ってます。あ、30分過ぎてました。やるくらい、うん、いいやん、かかってきな作文でもいいよ。封筒に複数、うん、届いたよ、前のやつ。はい。嬉しい、ハガキありがとう。楽器があれなんだ。あ、おおお、フラジール、嬉しい。いい曲だよね。いっぱい聴いて、ぜひ。地域のないとか気にしたことないよ。綺麗でも綺麗ってなるし、汚いってなんなくない？個性です。なるごとも。ジュリーじゃね、個性とか言っといて、ジュリーは字苦手なんですよね。あ、書きやすいペンだったら綺麗に書けます。うん、あ、パソコン入力の方とかもいらっしゃいますよ。印刷してくださる方とか。文字も嬉しいし、印刷でもね、手間とかかかってて嬉しいし、何でも嬉しいです。嬉しいですよ。そろそろ。団長を読ませていただこうかしら。うん？私って今何時からやってたんだっけ？いつ始めた？全然覚えてないんだけど。5分からだっけ？5分からだったっけ？一瞬なんだけど、なんでこのみんなと喋ってると一瞬なの？うん、じゃあ男女読んじゃうね。13位エリちゃん、12位ロンちゃん、11位ツッチー、10位ジュリーだけのカンちゃん、9位ジュリーちゃんのプニョ、8位ひろかちゃん、7位ふなくん、ふなふな、6位うにくん、5位スパニーキー、4位川持ちさん、3位はやぴー、2位ゆうさん、1位りょうすけくん、タワーもありがとう、お誕生日もおめでとうありがとうみんな、感謝です。みんないっぱい寝ようね、おやすみ、寝るからね、私は頑張ります。いいや、眠たくない、嘘ついたじゃあおやすみみんな、バイバーイ、顔見れて、顔じゃない、喋れて嬉しかったよ、じゃあねバイバイ。